バルバロ・カベルナディオのリングネームで知られるレオナルド・モレノ・アヤラはメキシコのプロレースラー。ハリスコ州、サポパン出身。リングネームはスペイン語で直訳すると、洞窟の野蛮人の意。兄はフリーとして活動しているデモニオ・マヤ。弟は同じくフリーとして活動しているインディゴ。フリア・デル・リングの下でトレーニングを積み重ね、2008年4月25日に、 エル・バルバロなる覆面レスラーとしてプロレスデビュー。2012年1月 CMLL に初参戦。3月11日グアダラハラ大会でエル・ギャロとマスカラコントラマスカラマッチで対戦したが敗戦。マスクを剥がされて以降、リングネームをバルバロ・カベルナリオに変更し、カベルナリオがリンドを彷彿とさせる原始人ギミックとして活動し始める。月日。 スモーカーの保持する、オクシデンテミドル級王座に挑戦。これに勝利を収め、第8代王者に輝き、自身初となるタイトルを獲得した。その後、二度の防衛に成功し、2013年7月7日に、ブラックメタルと対戦したが、敗戦。同王座を手放したが、21日に、同王座をかけた、リターンマッチに挑み、これに勝利。第10代王者に返り咲いた。 2014年1月31日、CMLL が主催するタッグトーナメント、トルネオ・ラクラン・アルテルナティーバに、ミステル・ニエブラとのタッグで出場。1回戦で、ブルー・パンテル・ジュニアディアマンテアスル組を破り、2回戦で、ヘチセロウルティモ・ゲレーロ組、準決勝戦で、ドラゴン・ギリアン・ドルーシュン組から勝利を収め、2月21日、決勝戦でソベラのジュニア ボラドールジュニア組と対戦。この試合に勝利を収め、同大会に優勝。その後、パートナーのニエブラ率いる、ラペステネグラの一員となった。3月25日、新アイドルを決めるトーナメント、エンブスカデウンイドロに出場。6月20日に行われた優勝決定戦で、ヘチセロと対戦し、勝利。同大会初優勝を収めた。9月19日、 CMLL81 周年記念賞にて、レイコメタとカベジェラ・コントラ・カベジェラマッチで激突。この試合に勝利し、コメタの髪を刈ることに成功した。2015年1月、新日本プロレスが主催する CMLL ファンタスティカ・マニア2015に出場。同団体に初参戦を果たした。5月3日、ティタンの保持するメキシコナショナルウェルター級王座に挑戦。 勝利を収め、第73代王者に輝いた。また、新日本では、ジュニアヘビー級選手によるリング戦、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場することが決定した。ありがとうございます。